小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。こんにちは、小坂雄二です。こんにちは、宮田悟です。2023年10月19日の番組です。小坂さん、前回の巨匠たちのコンサート話で、はい、私少し気になっていることがあったんですけれども、はい、ユーミンさんのコンサート、はい、ユーミン2日連続抽選で当たったから2日連続行ったって。当然ですよね。当然なんですね。そう、当然です。当然なんだ、はい、当然ですよね。なんかもう僕はすごく好きなアーティストでも1日行ければいいかななんて思っちゃうんですけれども、あ、やっぱ2日行かれるのは愛情ゆえに。いや、確かにね、今回私もとある、まあ、本当に2日当たったのでっていう理由なんですけど、はい、2日連続で行ってすごい気づきがあったので、はい、ちょっと前回とは違う気づき、別種の気づきなんですけど、はい、これをちょっとぜひ今日は皆さんと分かち合いたいですね。はい、お願いします。そう、番組始まって以来のテーマ、小坂雄二はなぜ2日間同じアーティストのコンサートに行くのかというところですけど、同じ、宮田さんはその2日当たってもいやちょっと2日で同じコンサートだからなってやっぱ思うですかね。まあ、私も実はそう思ってたんですよ。そうですね。それで1日だけ楽しんで多分終わりにしちゃうだろうなっていう気はします。なんかね、コンサート行くのも体力いるっていう方もいらっしゃるし。そうですよ、2日間あのアリーナ規模のコンサートをガーって やるからね、ご覧になってく体力もすごいなと思いました。いや、実際ね、私も確かに2日連続で行くことってまあめったにないわけなんですが、はい、まあ多分同じコンサート何度も行ってるのでポール・マッカートニーぐらいですけど、うんうんうん、それはまあ自分にとって神だから、はい、ただユーミンって そこまで濃いファンでもない。そう、だからポールの話は理解できるんですよ。小坂さんがもう大変お好きなのは知ってるので、もちろんユーミンさんもお好きなんでしょうけど、あ、でも2日連続行かれるんだと。そう、そしてまあ流れで行ってみたらすごい気づきがあったってさっき言ったのは、はい、全く違うコンサートを体験できたんですよ。それは瀬取りの問題とか。いやいや違うんですよ、席が全然違ってて。ああ、はいはいはい。まあ横浜アリーナだったんですけど、会場は、うんうん、スタンド席が1日目、はい、かなり上の方からステージ見てるんですね。見下ろすような感じ、見下ろすような感じ、うん、全体を見下ろすような感じで、ちょっと遠目に、はい、で2日目は幸運なことに全く趣の違うアリーナ席の前から5列目で、うんうん、もう目の前でしょ、うん、でこう下から仰ぎ見る感じでしょ。で視点が違うだけなんですよ、はい、言ってみれば、うん、あと全部一緒なんですよ、うんうん、なんだけど全く違う体験ができる、まあ、当たり前って言えば当たり前なんだけど、なんかもう全く違うものだったんですね。で違うものっていうのは見え方が違うだけじゃなくて、なんか体験できるものも入ってくるものも湧いてくる感情も異なるんですよ。で確かにこういう風に連続で同じコンサートを見たことってまあ言ってみればないので、すごい新鮮で、でしかも前日と同じセットリストですから、こう聞いてるじゃないですか前日。いや違う曲やってくんないかなってみたいなものはなくて、やっぱりね、込み上げてくるものがその曲から多いんですよ。2日目の方が、2日目の方が多いが多いんですよ。前日聞いたじゃんじゃないんですよ。新鮮な思いでその瀬戸利を普通ね聞いてるわけですよね。だから2回行かないじゃないですか。で違ってたんですよ。で、これはすごく私は思うところあって、というのは突然話が学びの話になりますけども、まあ、私どもの会で私が直接家庭教師みたいに会員さんたちに教えてるわけじゃなくて、まあ、いろんなその動画とかで用意されてる教材をもとに、まあ、教材っていうと語彙があれですけれども、まあ教材ね、うんうん、で学ぶわけですよ、はい、動画でね。
でそういう学びをやっている方々から実によく聞かれる言葉っていうのが、今3回転目ですとか、今5巡目ですとか言うんですよ、はいはいはい、それは同じ動画を、うん、まあ、しかも一番長い基礎の基礎編なんかは6時間ぐらいありますから、うん、それを5回見てるとか、今10回目見てますっていう言葉なんですよ、うん、はい、そういう彼らが幾度に言うのは、いや見れば見るほど違う学びがある。おお。でもって言うんですよ。当然再生してるものは一緒なんですよ。一緒なんですよね。うん。しかもライブじゃないので、ライブみたいなライブ感もないし、うんうんうん、でも明らかに何回も何回も見ていくうちにどんどんのめり込んでいくって言うんですよ。次々新しい情報知識が入ってくる、はい、これはすごいっていうのはずっと言われてる。でそれはまあ私のコンテンツがいいという部分もあるのかもしれないんだけど、それ学びの特質なんですよね。あ、人間の、人間の学びの特質。一度その6時間なりを見たら、はい、そこで脳に入るじゃないですか、うん、入るっていうのは単に記憶に入るっていうだけじゃなくて学びですから、うん、ましてや私どもの会の場合は実践が伴いますから、まず最初1巡目で聞いてなるほどって思ったことをちょっとやってみるわね、うんうんうん、まあ、これぞ学びなんだけど、うん、で入れてインプットしてやってみると、それでこう脳に変化が起きるんですよ、これも現実的に、はい、でその上でまた聞くので、もう違う脳で聞いてるんですよ。じゃあもう全く違う意味合いで聞こえてくる、聞こえてくると。でその1巡目では取れなかった情報や知識が取れるようになるんですね、うんうんうん、で同じ言葉を言われてても、あ、こんなこと言ってたんだってことだけではなくて、やった自分が今度聞くと、あって気づきがあるわけですよ、うんうん、あ、これ小坂さん言ってるじゃんここで、うん、でもそれ聞いたんだとかね、だけどこういうことかとかね、うんうん、っていうのはまあ学びの特質。あ、なるほど、うん、私の会だけに起きてる現象ではないわけなんですが、はい、これと多分重なるんですよ。1回目聞いてるから、1回目特にユーミンのコンサートってショーなんですよね、うん、スペクタクルショーなので、うん、こうなんていうかな、そのショーを追うじゃないですか、うん、いい意味で、いい意味でドキドキしながら、次は何、次は何みたいな、うんうん、でわあこう来たかみたいなね、まあ言わんけど、ここでネタバレになっちゃうから言わないんだけど、うんうんうん、結構すごいんですよ、うん、でそうしてるうちにこうそこに楽曲が挟まって、まあ、素晴らしいショーなんだけど、これ一回なぞってますから、うん、何が出てくるか分かるじゃないですか、うんうんうん、そうするとね、多分そこに脳の余裕が生まれるし、一回見た、さっきの学びでいうと下地が一回できてるから、はい、その上に入ってくるんですよ。あ、なるほど。さらにじゃあ実践とこう重ねていくことによって、何回でも何回でも学びがこう増えていくっていう、増えていくんですよ、むしろ増えていくんですよ、うんうんうん、だから味わえるようになっていくんだよね、その学びも、はい、ショーも、うん、コンサートも、うんうん、でも味わえるっていうことが、多分同じ曲を聴いてるんだけど込み上げてくるものが多いみたいな、うんうん、いや昨日の10倍ぐらい感動してるみたいなね、うんうんうん、あるんですよ。これは素晴らしいことだなって思って、だから私も、まあ、1日しか来日しないというかしょうがないんだけど、うん、結構ポール・マッカートニー以外は本当に1日で良かった人だったんだけど、いやこれからこれ2回は行った方がいいなとかね。あ、なるほど。そう、あと映画も確かに好きな映画は何度も見るけど、はい、近年でいうとトップガンとか、もう映画館で何回見たかみたいな感じですけど、なんかそれはなんとなくこうハマった感なんだけど、うん、まあいいなと思った映画は2回ぐらい見に行った方がいいんじゃないかとかね。そうですね、うん、なんかやっぱり1回目は筋を追うからさ、はい、で筋を追った上でまた見に行くと違うとこ味わえるんじゃないかとか、多分それはきっとそうですね。でも自分の人生のステージもね、見た時とまた大きく変わってたりしたら絶対、それはまた間違いない、違いますしね。やっぱり5年後10年後って私好きな映画絶対見るし、はい、全然違うものが受け取れる、それはやっぱり経てきているからですよね、うん、だからまあ生物的に言うと脳に変化が起きている、変容しているので、その脳でまた同じ映画を受け取るとやっぱり受け取る方全然違うんですよね、うんうんうん、ショーシャンクの空にって名作ありますね。僕大好きなんですけど、子供の頃一回見て、うんうん、まあ、主人公のアンディが勝手にこの刑務所の中でモーツァルトの曲をかけるっていうシーンがあり、うんうん、特にクラシックも好きじゃなかったんで昔は、うんうん、なんかみたいに見てたんですけれども、まあ、成長して音楽大学に行っ
って、まあ、音楽ちょっと挫折したりしてっていうのを経験してから行くと、あ、ここでかけてたのオペラのフィガロの結婚の手紙の二重唱なんだとかっていろいろ考えながら、いいセンスだなと思って、でそれの懲罰で独房に入れられて、出てきた時に大丈夫だったかって仲間が聞いて、アンディが心の中でモーツァルトを聞いてたから大丈夫だよっていうシーンがあるんですけれども、もう彼から何者も音楽を奪えなかったんだっていうことと、もう数百年にわたりやっぱりモーツァルトって誰の心にも響いてるんだっていうこととか、なるほど、いろんなことがで、自分もちょっと挫折して失ってしまった音楽がやっぱり僕の中でも響いてるみたいな、もうそこで涙が止まらなくなって、前ね見た時と全然違うんだよね。そうなんですよ。で、あ、こんなに2回目3回目で感動することってあるんだなって、確かに僕もごめんなさい長くなっちゃって、いえありました。そうなんですよ。だからやっぱアートに触れるっていうことも、ああいう、ね、映画コンサート、それから学ぶってこともやっぱりそれは一回でさらっと済ましちゃったり、まあ、なんなら倍速でその筋だけ追って分かったみたいなではもったいなさすぎるんだよね。多分人として、はい、人としてすごくもったいないことなんだと、うんうん、こう学びに関しては私はもうこれ長年仕事なので自分のビジネスとして本当に深く関わっていますけれども、学びもできるだけこうタイパよくとかね、コスパよくこう手軽に済ませて最大効率で答えだけ得られればいいっていう風な学びの風潮にもどんどんなっていってるし、まあ、今も言ったけどエンタメも倍速で見るとかね、うんうん、だけどこれそのなんだろう、あ、こういう筋ね分かったとか、あ、なるほどこういう答えね、答え、まあ、らしきものなんだけど、まあ、答えねっていう風に分かったっていうことでは何もなんか本来得られるものが得られてないんじゃなかろうかと思う。そうですね、モーツァルト倍速にしたら何も良さなんか分かりゃしないですよ。何もね、あ、こういう曲ねって言ったところで何も何かね、本来受け取れるはずのもの、それがどれだけもしかすると先々の人生に大きく影響を与えるだろうかというものを全て取りこぼしてるんじゃないかっていう、本来ならその深みに行けるはずなのに、そうそれもったいないですよね。そしてその深みが先ほどのショーシャンクの将来の主人公じゃないですけれども、はい、その深みがまた自分の人生のに影響を与えていくわけじゃないですか、うんうん、そうです ね別にモーツァルトの曲を知ったから聞き込んだからといってそれがなんかキャッシュを生むとかっていう話をしてるんじゃないんだけども、うんうんうん、やっぱりそれぞ何かね、人がこう人の土台になっていくものだと思うんだよね、うんうん、だからそういうことをもうなんかこう連想して今回のユーミン、いや2日間すごいみたいなね2日でこんなに体験って違うのかっていうね、で前日をなぞってもう一回見れてよかったなんじゃなくて2日目の方が来るっていう、ちょっとやってみます、チャンスがあったら、ね、チャンスがあったらね、はい、本当になかなかね、こう言ってもユーミンのコンサート当たらんよって皆さん言いたいと、2日間当たらんよって言いたいと思うんだけど、ラッキーもあるかもしれませんが、でも似たようなシチュエーションは絶対ね、そうそう訪れる気がするんですよ、好きな映画ですとか、ね、あ、そう、うん、それから先ほど来申し上げた学びね、はい、同じ本をね、はい、何度も読むとかね、はい、やっぱりこういう気づきちょっと私もね改めてこの年になってちょっと生かしていきたいなと思いましたよね。はい、ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は小坂雄二と三岡悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。